マンジマル、これから母さんはどうしてもお前に父さんの言葉を伝えなければなりません。もしもの時にはお前に話すようきつく言われましたから。仕方ありません、話します。今から千年の昔、根の国という出雲の小国がこのジパングの征服を企んだそうです。根の一族は七本の巨大な花暗黒蘭を使い悪神黄泉を復活させました。その力を借り、ほんの数日でこのジパングを地獄に、そして我が物に変えたといいます。しかし火の一族と呼ばれる民だけは根の一族に最後まで頑強に抵抗し戦い続けたのです。戦いは数千日に及びました。火の一族のほとんどは命を落とし、その都も失いました。火の一族はその最後の力のすべてを火の勇者と呼ばれる七人の若者と七本の聖剣に結集しました。若者たちはその七つの命と引き換えに七本の暗黒蘭を切り、根の一族と悪神黄泉を封じたのです。わずかに残った火の一族も千年という年月の中でその血を民の中へ移し姿を消したはずでした。でもそうじゃなかったの、マンジマル。お前の父さんも、マンジマル、お前も火の一族だって父さんは言うの。だから戦わなければならないって。火の一族だからジパングを守らなければならないって。本当のこと言うとね、マンジマル、母さんはお前にこんな話したくはなかったのよ。父さんが死んで、母さんにはもうお前しかいないんだもの。でもお前は父さんの子。これを持って行きなさい、マンジマル。父さんから預かったジンバウリと剣よ。さ、着せてあげるわ。行きなさい、マンジマル。どうせならジパング一のガキ大将になって帰ってくるのよ。母さんはいつまでも待ってるわ。